長井玲水曜の哲学者たち哲学者の長井玲さんがささやかな哲学,的哲学的問いをリスナーのあなたと一緒にもやもや考えていくお時間ですはい。今日メッセージいただいてるんですね、うんえー、茨城県つくば市にお住まいのあ人口が今回増えたおめでとうございますラジオネーム1992世代のパコちゃんおありがとうございますおないどした1992世代ですね私おないどです 西川ささんんと永井さんは世代、うん、大島さんは1992年生まれ、はい、そして私も大島さんと同い年の1992世代で、うん、テレビやラジオで喋ってる人たちって常に自分より大幅に上の世代の人が多い印象だったのに対して、うん、自分とほぼ同い年の人しか出てこない番組。 嬉しさしかかかありません<ら>珍しいかもね確かに、うん、お三方とも同じ時代に同じ東京で育ったとはいえもちろん見てきた風景摂取してきたカルチャー全然違うし、うん、今のご職業も身長も考え方もバラバラ身身長身長一番バラバララです <laughs> でもなんだろうなんか聞いてると安心するという他には変えがたい魅力があったのが初代クリエイティブ水曜日でした。あら嬉しいそこでで浮かんできたのが なぜ同世代だと安心するのかという問いです。くま<む>さんいかがですか?。言われてみれば、れればそうなんですよね。同世代の良さって、まあ本当によく言われるのは。こう前提となる価値観が共有できているとか、身近に感じるとか、パッと出てきそうなものなんですが。本当にその、えっとおっしゃった通りですね。いや、でもそうは言ってもさ、ってバラバラじゃんって。言われてみれば、そうですね。言われてみれば、ね、れれば私たちもバラバラで。 価値観も摂取してきたものも違うはずなのになんかこう同世代ってまず安心が先だったりとかもするっていうのの不思議とあともう一個ね私問いが浮かんだのはえ同世代ってそもそも何というん、問いなんですよ。うん、どこまでを私たちっという問いなんですけとか長い地球の歴史から見たら <laughs> 全員同い年みたいなそんなこともありまんか私は 92はもうほぼ同い年同世代みたいな感覚なんだけど、うん、なんか94とかになると急にちょっと下だなみたいなえ94から同世代じゃない感覚があるなんかちょっとおこがまましいいかかもとか思いません <laughs> 4って4個下か中学とか高校でかぶってないってことですか <laughs> そう、私のそれ感覚って多分中高かぶってるがギリな気がする小6と高1か 1> うん。 あうん、ちょっとまあ離れてる,小と小離れてるな離れてるでしあ<ー>なのにもかかわらずあの結構大幅になんか10代から30代って同世代だからみたいな,なんか雑な解説とかテレビとかにあったりとかするじゃないですかうん、うん、いやニュースとかやっぱ新聞単位そうですよ、うん <laughs> うん、Z 世代とかねそうだ <Z S 1> ゆとり世代とかね分かんないもん自分が何世代かいまだに <laughs>、ね、分かんない えちなみに同世代って枠だと西川さんはどのくらいまでが同世代のイメージです <laughs> えー、ねー <laughs> <laughs> 初めて考えましたで, <laughs> でもこの番組で言うと、うん、やっぱ時代を共有してるなって話して,て思うのはまあその長井さん大島さんもそうですけれども、うん、今金曜日の重藤さんと木曜日の中田さん富士さんは同い年ですよね<う>1991で中田さんは何個したですか今20 あっ3個下かじゃあ僕の2個下か多分34個下ですし94なんじゃないですかね多分あそうか小6・高1パターンですか小6・高1僕そんな離れてないと思うんだよな大島さんは僕はね例えばじゃあ上って考えた時に85年生まれの人までは同世代だと思うんですよ感覚としてななんでんとなく直感84までいっちゃうとあちょっとお兄さんお姉さんだなって思うんですよ これ不思議ですねねこの感覚、ね、でそれを下にも当てはめた時にじ、うん、マイナス7が、えー、同じ世代のギリギリだとしたら、うん、プラス7が同じ世代のギリギリなのかって考えると99年なんですけど、はあ、99年僕的には同世代なんですよで2000年生まれって聞くといや無理無理若い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 ,若い <laughs> 急にビビり始める <laughs> 2000年生まれはねそうだから僕はね前後7年っていう感覚が数字としてかなり明確にあることに気づきましたえ <laughs> でもその理由は わからないわからないんだけどでも霧の良さみたいなもちょっまあ確かに0年代はなんかもう違うとかうあるいは私たちってこう平成初期なので昭和生まれはちょっと違うかもとか。はいはいはい、確かにねってなるとかなり恣意的、うん、同世代安心するよねってよく言うけどその時の言ってる同世代ってかなりまばら みたたいなことを持ってきましたね、うん、同世代だから安心するよねってあんまり理由になってないよねっていう <laughs> 実はねそうなのにでも安心は確かにしてるよねっていう感覚ってじゃあこれ東京にいる時に同居の人と会って安心するはまあまあわかるんですけど、うん、東京生まれ東京育ちを見つけた時も嬉しいのってちょっと、まあ、感覚としてはあんまり説明になってない気がするんですよね。 な,なんでも確かもう嬉しいあえて嬉しいじゃなくて安心って<う>変じゃないですか何に恐怖を感じてるの <laughs> っていう海外で日本の方にあった感覚は違うあ,<ー>あーそれかな近い近い近い、ねね、それに寄せると心理的な安心感はちょっと説明つく気もしてきますよね ってななるとなんかすごくとりわけ同世代が安心するっていう以前に、うん、普段私たちはあの全然悪い意味じゃなくってある程度緊張感の中にいて異なる人の中に自分はいるんだっていう感覚があるからこそ何か同じという分かりやすいものが差し出された時にあ安心するって思うってことなんですかね外国理論で言うと。あとはねこれは結構大事なことだと思うのは。うん 属性で見られなくなるってことですね。同じ属性の中にいるときは、うんうん、だから平成生まれ世代はさとか東京生まれはさ <coughs> とかさ日本人はとかって、その自分が特別な状況のときには他と比較したときに言われる理由になりますよね。はいはいはい。うんうん、その90年代生まれはさって上の世代の人に言われてるときって上の世代の90年代生まれじゃない人に言われてる前提なんですけど、<ー>で90年代生まれ同士しかいない空間だと。 いやお前90年代生まれだからこうだよねって言われないですよね <laughs> 確か<に>だからみんなが条件が同じ状況にいるとそ,のそれを理由にした偏見とかは生まれにくいっていうのは多分あって一、うん、個バイアスで見られなくなる安心感なるほどはすっごい大きいと思う俺ああじゃあ割と個人として出会えるっていうか出会い直せるというか一個その皮を剥いだ状態で会えるみたいなあと人ってやっぱ共通点が多い すかほうほう、うんそ。それは出身とか年齢とか関係なく、うん、好きなもの嫌いなものとか見ているもの聞いている番組とかの安心感がどん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 比例していくから、うん、共通点が の数ななんじゃないでですかね、うん、でもそれってでがんか選んだものだったりすると例えば今同じもののオタクみたいになったとしても1年後にその人がそのオタクである可能性ってわからないんですけど、うん、何年生まれっていう事実って何年後も変わらないんで確かに、うん、同じ条件を背負い続けてきた歴史みたいなのは安心感としてあるしあ<ー>これからもあなたが91年生まれです。 10年後にいや私91年生まれじゃないですけどって言い出すそれは怖すぎるんで <laughs> 怖すぎる <laughs> その安心感もあると思います今後も同じ属性っていううんうんそうですね今までも同じ属性であったし今後も同じ属性であることって出身地と生まれとかしかないような気もするんでなるほど不変っていうところに私たちは割とよっかかれているところもあるのかもしれない、うんね、運命っぽい ものも感じているのかもしれないですよ、ね。よ、うん、それがこう精査とかジェンダーだと多すぎるから。うん、かなんかそうそう共通点って感じしないですもんね,ねそ<う>、はあ。そういう安心があったんだな。はい、ということで、今日はですね、はい、大島さん交えて。なぜ同世代は安心するのかについて考えてみました。皆さんは何を考えますか。長い例、水曜の哲学者たち。リスナーブイのあなたからも、ささやかな哲学的問いをお待ちしています。メールアドレス、おいでよ、アットマーク、j o q r ーキュドットネットです。